ちーちゃんのツイッターの絵文字おっさんみたいだっただ。<laughs> 一番聞きそうそういうのが。<laughs> 俺ですらちょっとシュンとなるからな。なんか絵文字がおじさんみたいですね <laughs> <と> <laughs> あれあれンとなるからね。本当に俺の時代は終わったんだな、<laughs> みたいな。<laughs> 俺も若者だったのになーって。あれ一番悲しいんだよ。怒りとかじゃないの。悲しい、マジで。<laughs> 俺が。 一生懸命打ってるこの絵文字は、過去俺が二十歳の頃に土産で馬鹿にしてたおじさんたちが打ってる絵文字なんだろうな。帰ってきてる。ははとほほーとか。これと<だ> <laughs> これ使ってねえよ <laughs>。俺はびっくりマークしか使ってないけど <laughs>。とうほーとか <laughs>。これ使っていくことも、これどうおじさん これ使いたいんだけど。俺なんかさ、よく使うのはさ、便利だなと思うのがあって。あーなんか、絵文字って使えねえか。泣いてる絵文字、あの、えー、みたいな。あ、そう、これ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 。あ、これ、あの、携帯のさ、LINE のこれめっちゃ使うわ。 もうそれだけで完結するみたいな。ありがとうとかさ。うわーって泣いてるやつ。それを3つぐらい <laughs>。ザーって入れる。あれ便利だよな。絵文字選ぶのがダリーから全部泣いてる。喜怒哀楽を全部泣きで表現してる。 確かに、とーってきたな。こいつ、ババアだってわかるな <laughs>。ババアやんけーって。そういう時にね、ほんとに自分のね、老いを感じるんだよな。マジでついていけねえって思うときあるの。こわっ。あ、いいね。これいいね。俺もこれちっちゃい頃好きだったわ。はっみたいな。はっみたいなさ <laughs>。<い> <laughs> これ、いいはっ、ね、<laughs> みたいなこれでよくあのー「モンハンの掲示板荒らしてたわ昔のネラー」みたいな。